東日本高速道路山形管理事務所の設標作業出動式が17日行われました。東日本高速道路株式会社東北支社山形管理事務所令和5年度設標対策作業安全祈願並びに出動式を執り行います。これより佐賀インターに出発します。了解。初等機の降雪では事故が起こりやすい傾向にございます。早めの冬用タイヤへの装着をよろしくお願いしたいと思います。お客様や作業に従事される方の安全を第一に考えまして、この雪氷対策期間を乗り越えていきたいというふうに思います。